京急線系電車は2002年4月15日に営業運転を開始した京浜急行電鉄の通勤系電車。1959年登場の初代線型と同時に営業運転に使用された期間があり、区別のため本形式は新線型と呼称されており、初代線系の引退後も新線系と呼称されることが多い。本校では突起のない限り、 各種文献に習い、京急本線上で南側を、裏側より、または、裏側方、北側を、品川より、または、品川方、東側を、海側、西側を、山側と呼ぶ。編成番号は、裏側方線当社の車両番号で代表する。また、新線形は、本形式、線形は1959年登場の線形。 700K は1967年登場の 700K、600K は1994年登場の600、型を指すものとする。文中の編成表では左側を裏画法とする。また、本形式については、アルミ合金製車体の編成群をアルミ車両、ステンレス製車体の編成群をステンレス車両と呼ぶ。 初代1000型と 700K の置き換え用として、2100K の車体や主要機器をベースとして設計され、快適性の向上、環境への配慮、省エネルギー化、保守の低減などを目指した。座席は1から5、16自車以降では、客用扉間には、ロングシートを、車端部には、クロスシートを採用したが、6から15自車では、車端部もすべてロングシートとなった。 製造時期によって各種設計変更が行われており2007年導入分からは車体の材質や制御機器が変更されるとその内容は非常に多岐にわたることが特筆される車両番号は車種に関わらず裏よりから連番とされた8両編成は100の位を例として1001から6両編成は 当初100の位を3として1301から、2016年度製造の16自社以降は、100の位を6として1601から、4両編成は、100の位を当初4として1401から、2015年度製造の15自社以降は、100の位を8として1801から不番されている。各製造時の車両番号は、製造時のバリエーションを参照のこと。 2016年3月31日現在、8両編成22本、6両編成12本、4両編成25本の計59本348両が在籍し、計9で最大車両数の形式である。車体は軽量化と保守の軽減を狙ったアルミ軽合金製で、外反塗装は6 0 0系2100型と同様赤い車体。 窓周り白塗装である。雨戸やパンタグラフからの高圧配管など、車体つま面にある配管類は車体埋め込み形となっている。先頭形状は2 1 0 0系の三次元局面を踏襲し、正面向かって左端には非常用のスイングプラグドアを設置した。スカートと一体感を持った三次元局面で構成されている。 先頭車の正面のワイパーカバーには2100系、同様に形式名がスリットで打ち抜かれ、連結作業時に運転士から連結機先端が見えるよう配慮されている。形式名と合わせ、車両番号の加算桁が貫通扉に表示され、遠方からでも600系、2100型との識別ができる。ワイパーはフレキシブルケーブルで連結された、 電動二連式で使用時以外はワイパーカバー内に収納される。正面運転席上位き先表示器両脇に全、消灯を、腰部に急行灯と微灯を備える。微灯は電球式で2100系四次車以降と同様急行灯の内側に置かれている。客室窓はすべて固定窓とされ。 車体清掃の容易化のため車体外反との段差がなくなるよう設計されている。扉間の窓は幅 2325mm、中央部に 75mm の柱があり、車端部は幅 1455mm の一枚構成である。一時車の車内内装は暖色系を採用し、温かみのある、親しみやすい空間を目指した。内張りは、 白色系の化粧板を、乗務員室背面仕切り壁やつま面には、ピンク色の化粧板を採用し、床材には明るい青色のロンリウム材を使用した。京急の車両では初めて電動車正面の点検外が省略された。扉間は客台をなくした型持ち式、ロングシート、車端部が補助椅子付きのクロスシートである。ロングシートは、バケットタイプを採用。 一人分の掛け幅は四百五五十ミリメートルとした。座席端の袖仕切りは大型板とされ、扉間の八人がかりロングシートを三人と五人に分割する仕切り板と握り棒を設置した。座席表地はロングクロスシートとも赤系色としている。補助椅子は乗務員室からの操作で施錠と解場が可能で、換算時には使用可能となり、混雑時には 収納状態で固定される。バリアフリー対応のため、各戦闘車に安全手すり付きの車椅子スペースを設け、乗務員との通話が可能な非常通報装置を備えている。中央天井部はリサイクル性を考慮し、2100系の FRP 製からアルミ化帳板に変更され、各車両にラインフローファン4台が設置されている。側窓が固定式のため、 非常時の換気を考慮し、蓄電池を電源として、停電時でも約1時間運転可能な排気線を各社2台搭載している。車内騒音の低減を図る目的から客用窓は、ドアガラスも含めて、服装構造による固定窓とされた。室内側の窓枠はアルミ製とし、車高用のロールカーテンを設置する。客用ドアは幅1 3 0 0ト、mm、ル 高さ 1850mm で室内側は化粧板で仕上げられ、軽量化のためペーパーハニカム構造を採用、扉本体とガラス面をフラットにすることで手などの巻き込みを防止するよう配慮されている。車両間を仕切る貫通扉は二次車までは、奇数号車の裏側寄りに設置、三次車以降は、裏側方先頭車を除く全車の裏側寄りに設置した。 貫通路扉は、客用ドア同様に、ペーパーハニカム構造と 10mm 厚の単層ガラスの採用で軽量化を図るとともに、開閉操作を容易にした。ドアエンジンには途平地から弱め機構を搭載し、平飛後6秒間は、途平力が24%となると締め地から弱め機能が追加された。車内ドア上部には旅客への LED を使用した。 文字スクロール表示式の、ドアチャイム内蔵車内案内表示器が設置された。運転台乗務員室基本構成は2100型を、踏襲、視認性を考慮し運転台景機台周辺は、ダークグレーの落ち着いた式調とした。主管制御機は1号線直通規格に基づいた、立行1から5段、乗用ブレーキ1から5段、非常の t g ワ1ハンドル式を採用。 マスコンの右側には非常ブレーキ動作、パンタグラフ効果、非常発砲が、ボタン一つの操作で行える緊急スイッチを設置した。また、乗務員室内には折りたたみ式非常はしごを設置している。乗務員室仕切りは仕切り窓が3枚並び、そのうち中央は仕切り扉である。600系4 0車で MT 比1、1を採用したが、 雨天時などの粘着低下により加速度低下、前後衝動が発生したため、2100型ではスリップスライド制御を盛り込んだドイツシーメンス社製制御装置を採用した。本形式の制御装置は2100型での試験データを反映させて改良されたものである。VVVF インバータ制御装置は1.2次社では2100型と同じく、 GTO サイリスタ素子によるものを採用した。2100型と同様にシーメンス独特の音階によるジレノンを主電動機およびインバータ装置から発する。動作音この制御装置は VVVF インバータ制御装置本体、暖流器、フィルタリアクトル等をトラクションコンテナと呼ばれる一体の箱に収納している。3から5次車では同じシーメンス車製であるが、 使用素子は、イグブトに変更され、純電気ブレーキが搭載された。主電動機の使用も2100型と同一で、シーメンス車製1イト2 0 1 0から 0GEC02K、計出力1 9 0キロワット1から5次車では互換性があるが、3次車以降は、速度センサーを制御に使用していないため、センサーが実装されていない。 シーメンス製電動機の出力は1時間定格出力ではなく連続定格出力である。なお、シーメンス社は日本市場からすでに撤退しており、1.2次社に対する更新工事も進められた結果、最後に残った1033編成も2021年7月20日をもって運用を終了し、起動時に音階の流れる編成は消滅した。 補助電源装置は三菱電気製のイグブと素子を使用した静止系インバータを採用し、8両編成では150、クバの NCE と 150A を、4両編成では75クバの NCE と 75A をそれぞれ編成に2台搭載しており、出力電圧は3照交流 440V としている。空気圧縮機は、 ドイツクノールブレムゼ社製のスクリュー式の装置で、除湿装置、起動装置などを一体型としたものである。8両編成では SL、SL-22K、4両編成では SL、SL-6 型を編成に、各2台搭載する。終電装置は、東洋電気製造製の PT-7117A 型シングルアーム式パンタグラフを搭載している。 駆動装置は2100型と同一の TD 並行、カルダン駆動方式だが、たわみた材質を特殊鋼から、炭素繊維強化プラスチックへ変更し、継手カバーを不要として、保守の容易化を図った。台車は乗り心地、走行性、保守性の点から、乾式ゴム入り円筒案内式のボルスタ付き台車を採用し、車体支持装置は、車体直結空気バネ方式である。 この台車は2100型とほぼ同型だが、軽量化のため付随車用に、主電動機化軽量化を省略した専用台車を用意した。二次車までは、軸パ波を準備工事としているが、三次車からは省略され、台車形式を変更している。 冷房装置には三菱電気製の屋根上集中式 CU-71H 型能力 41.86kW を搭載する。暖房装置は出荷時に外気気温が摂氏10度以下の際に作動する急速暖房機を備える。一時車から三時車は正面、側面の行き先、運行番号、種別表示は幕式だったが、 2005年度製の4次車からはフルカラー LED 式となった。側面表示器はローマ字を表記、前面はローマ字表記なしで登場したが、2010年春からは側面表示器を漢字とローマ字が交互に表示されるように変更した。1.2次車の先頭台車の先頭軸には、非常ブレーキ、回生ブレーキ出航時にセラミックスの粒子を噴射して、 制動能力低下を防止するセラジェットを搭載していたが使用頻度が少ないために3次車以降では廃止されている。動作条件は京急線内でワイパースイッチを投入し一定速度以上での改正執行や非常ブレーキを操作した場合に1回につき6秒間セラミックを噴射するものである。4両編成の先頭車廃慮機内側に 他の車両と連結して運転される際に、連結間から転落する事故を防止するため連結部、注意放送装置のスピーカーが設置されている。車両の前後切り替えスイッチが、中位置にあり、ドアが開いている関係保音と注意放送が流れる。一時車製造メーカーの、東急は、東急車両製造製、川崎は、川崎重工業製、以下同じ。 京急新線京一自社京急新線京一自社2002年2月から6月に8両、編成3本、4両編成2本の32両が、竣工した。同年3月23日24日に、試乗会が行われ、直通運転先の各社に乗務員訓練などのため、貸し出された後、4月15日から、自社船内で、営業運転を、開始。 6月25日から豊浅草線、8月30日から京成線高砂後まで、9月4日から北総線への乗り入れ運用に充当された。8両編成1本と4両編成1本を 3M3T の6両編成2本に組み替えられる機器構成とされ、4両編成の付随者裏方には編成替え時の増設用にパンタグラフの準備工事がなされている。 二次車京急新線系二次車2003年5月から7月に8両編成2本、4両編成2本の24両が、竣行した。車体見つけ、機器配置の仕様変更を行い、乗客へのサービス向上とコストダウンを図った。一次車では8両編成1本と4両編成1本から6両編成2本へ、 組み換えができる、機器構成としていたが、二次車では組み換えをしない、機器配置とした。八両編成については、機器配置の変更はないが、四両編成では、T 車に蓄電池を、TP 車に、パンタグラフと SIV を搭載して、機器の集約を図った。故障時の上長化のため、TP 車に一次車と同型の75区場出力、SIV を2台搭載した。種別。 行き先表示器が白字に黒文字となり、ローマ字表記が加わった。側窓は髪型に2 0ト、mm、ル拡大し、ドア間の窓は一時車のグリーン色の二連分割窓から大型の一枚窓とし、色は3ユーログレーに変更した。車内では、一時車では枕木方向の吊り革をドア付近を3個並び、それ以外を2個並びとしていたが、二次車では すべて三個並びに変更した。一時社では、ワイパーカバーの1の数字が2100型と同じ、切り欠き形状で、飛び出ている部分は黒く塗られていたが、二時社からは、色が塗られていた部分もスリットになっている。三時社京急新鮮計三時社2005年1月から3月に8両、編成2本、4両編成2本の24両が、竣工した。 この3次車では大規模な仕様変更が行われた。運転時に車輪の多少の空転、滑走を許容する制御を行っていたため、乗り心地が低下していたことへの対策として、編成構成を8両編成では 4M4T から 6M2T へ、4両編成は 2M2T から 3M1T に変更した。走行機器など、編成構成の変更に伴い、 電動車2両のユニットと、電動車と付随車を組み合わせたユニットの2種類のユニット構成となった。8両編成のムク M1UM1SMSC と4両編成の M1UC1MSC1 には、ボックス A、または制御側装置と呼ばれるトラクションコンテナが、8両編成の M2UM2S と4両編成の M2 には、外観が、 同一のボックス B、または、付随側装置と呼ばれる、トラクションコンテナが搭載され、M2 系車両のボックス B は隣り合う、M1 系車両のボックス A によって 1C8、M として制御される。また、フィルタリアクトルを別構成としたため、トラクションコンテナは、小型化されている。編成内のボックス A 間とユニットを組むボックス A と、 ボックス B かのそれぞれ別系統の MVB で接続した。1C8M 制御されているボックス AB のいずれかが故障すると両方が使用不能となるため、残った 1C4M のボックス A にトルクアップを指令、回生ブレーキのカットを行う機能を設けた。制御装置のデータ読み出しには、各社個別処理から1カ所で、 編成全体のデータ読み出しをさせる機能が設けられた。制御素子には1401号車で試験していた、イグブと素子の仕様に変更し、冷却方式を、送風機を使用した、強制風冷方式から、ヒートパイプ事例方式に変更した。主電動機は従来品と互換性を保つため出力1 9 0キロワット品のままとし、 軸受けの変更や PG センサレス方式の採用などで細部が異なるもの、部品の追加変更をすることで従来車両用との互換性が確保されている。電動車数が増え、定格いっぱいまで使用すると、終電装置の電流容量を超過するため、出力を抑えて使用している。台車は、これまでは2100型と共通設計で、 軸ダンパを設置準備工事としていたが本形式では設置予定がないことから廃止の上、台車形式を変更した。動力台車は TH-2100AM 型から TH-2100BM 型へ、付随台車は TH-2100AT 型から TH-2100BT 型へと、それぞれ変更された。ブレーキ制御は、 MT2 両1ユニットとする遅れ、米制御から MT または M、M ユニット間での制御に変更されている。また、新生児より CATS 車上装置対応品を搭載した。新火災対策への対応2004年12月に国土交通省の地下鉄道の火災対策の基準が見直され、この新火災対策へ対応した仕様とした。 連結面の車両間貫通扉を8両編成では3箇所、4両編成では1箇所であったが、3次車では各車両の裏側方への設置に増設した。さらに、客室天井の FRP 製の冷房を吹き出し口と補助送風機、排気線の製風板カバーをポリカーボネート製からそれぞれアルミニウム製に変更した。火災対策には関係しないが、 戦闘車両では乗務員室内のみに設置されていた消火器を平結運転時に乗客が使用できる要客室内にも設置した。車端部の補助椅子とクロスシートは一体化させた形状に変更し、クロスシートの間隔を1 1 0ト、mm、ル拡大した。四次車京急新線 k 四次車京急新線 k 四次車2005年7月から8月に8両、編成1本。 4両編成4本の24両が、竣工した。表示にフルカラー LED が、本格採用された。五次車京急新線系五次車2006年10月から11月に8両、編成1本、4両編成2本の16両が、竣工した。四次車からの変更点はない。ステンレス車両の先頭部六次車以降の車両では、 k 級発の軽量ステンレス製車体とし、側面には k 級のイメージカラーを踏襲した赤と白のカラーフィルムが貼り付けされた。前頭部は普通構成とされ、従来車同様赤く塗装された。前面はアルミ車のワイパーカバーを廃止し、形式番号は直接表記とされた。フロントガラスは貫通扉も含めて左右に分割から運転席前。 貫通扉、左右前消灯、種別行き先表示器の五分割構成となった。同時期製造の他社のステンレス車に対して、車体幅、車体長、独自配置、寸法の加工窓、客室側窓には従来通りロールカーテンが設置されているなどの京急独自の特徴がある。高品質、高性能化とともにコストダウンが図られた。雨戸井。 終電装置からの高圧配管が、車体埋め込みからつまめに露出する形態となったほか、台枠から屋根に向かって車体が絞り込む、台形断面状の車体となった。ステンレス車の車内内装は、アルミ車同様に暖色系を採用し、暖かみある、親しみやすい空間を目指した。内張りは、アルミ車同様の白色系下昇板を使用し、床材についてもロンリウム材ではあるが、 色調をグレー系へと変更した。中央天井部は空調ダクトラインフロー一体成形の FRP 製ユニット天井とされ、ラインデリア製風板の形状も変更された。車端部の4人掛けクロスシートは5人掛けロングシートに変更され、京急では1993年製造の 1500K の最終製造車以来14年ぶりのオールロングシート車となったが、 五次社までと同様の座席の表地や一人分 455mm 幅の型持ち式バケットタイプシート構造を採用している座席端の袖地切り取り付席ポストの仕切り板の色はピンク色からベージュ色に変更された客用ドアは車両メーカー標準に品を採用室内側を無塗装とし客用ドアガラスは 側窓と合わせ濃食グリーンの単板に変更された。各車両間の妻引き戸は裏側寄り先頭車を除き全車、裏側寄りに設置、都市目方式は、傾斜式に変更され、ドアチェッカーは廃止された。客用ドア間の側窓は中央に、3のある2枚分割構成で片側を、開閉可能な一段下公式とし、1両あたり4箇所が、開閉可能である。側窓枠は、 FRP 製とされ、カーテンの色は青色に変更した。一部の側窓が開閉可能となったため、アルミ車両にあった排気線は廃止されている。踏切事故対策と運転操作性を考慮し、京急では1967年の700県一時車以来40年ぶりとなる高運転台構造を採用、運転使用の座席と運転台を1 5 0ト、mm、ル 高くし、乗務員室の奥行きを200ミリメートル拡大した。乗務員室背後の座席は廃止され、この場所側面にあった小窓も廃止された。乗務員室に非常用脱出はしごが設置された。運転席背後に非常用脱出口が設けられたため、仕切り部の窓が小型化された。運転席側のワイパーは1本となり、ワイパーカバーを廃止。 貫通扉に手動式ワイパーが設置された。踏切事故対策として、前頭部はアルミ車両よりも1.5倍以上の強度向上がなされている。搭載機器は使用が見直され、主制御機、主電動機が日本製となり、編成での機器配置も変更された。予備部品の共通化も考慮し、制御装置、主電動機は 1500KVVF 可解造車で、 実績のあるものが採用された。VVVF インバータ装置は、日本製の2レベル IPM、PG センサレスベクトル制御となり、電動機制御は1 c 4 m 通群方式に変更された。8連は三菱電気製、4連6連は東洋電気製造製のインバータ装置を搭載する。主電動機は三菱電気製、1時間定格155。 キロワットの誘導電動機メガバイト -5121A 型となった。補助電源装置はメーカーが変更され、東芝製の静止系インバータ装置を採用、8両編成、4両編成とも出力は1 7十クバとなった。電動空気圧縮機は三菱電気製のスクロール式、CP に変更され、小スペースと軽量化のため関連機器ごと。 ステンレス製の一体箱に収納された。終電装置、駆動装置、歯車比、空調装置、ブレーキ制御装置は、アルミ車両と同一、台車は三次車以降と同一の、円筒湾内式 TH-2100BM、TH-2100BT である。六次車京急新線系六次車2007年3月に、落成し、同年三月十一日から、 営業運転についた。京急の車両で初めてステンレス車体を採用した。7次車京急新線系7次車2008年1月から2月に8両、編成2本、16両が竣工した。6次車とほぼ同等の仕様であるが、客用ドアの室内側の戸あたり部分に、黄色のマーキングテープが貼り付けされている。貫通扉は6次車と、同じく傾斜式であるが、 隙間をなくすためにゴムを装着したので、貫通扉の下の端にあったレールは廃止されている。八次車京急新線系八次車2008年9月から12月に、かけて八両編成三本、四両編成二本の三十二両が、竣行した。ステンレス車体の四両編成、川崎重工業製が含まれる。四両編成は、全車電動車で、 中間に付随車2両を挟むことで6両編成が蘇生できるよう設計され、品川より中間電動車には付随車への給電用パンタグラフの準備工事が行われている。6.7次車と内装はほぼ同様だが、客室内の配色が一部変更され、立石ポストに黄色の塗装と滑り止め加工を施行した。このほか。 立ち座りの補助として袖仕切りに横手すりを追加している。空調装置横の乱暴度形状を変更した。旧自社京急新線系休自社2009年度には4両、編成8本、32両が竣工した。仕様は8自社と同一である。十字社京急新線系十字社2010年度には、同年7月17日に開業した、京成電鉄。 成田スカイアクセス線の開業準備用として製造された8両編成3本と4両編成1本の計28両が竣工した。この従事者ではバリアフリー設備の充実のため一部で使用の見直しが実施された。車内では600系更新車で採用したドア上部への液晶モニター方式の車内案内表示器を設置した。 液晶モニターは2画面が設置され、左側を広告動画表示用として、右側は自液案内や乗り換え案内等の旅客案内用として使用する。ドア上部点検2株に、ドア開閉時に赤く点滅するドア開閉表示等を追加し、客用ドア社外下部の靴擦り部に黄色の注意表記を貼り付けた。運転台には他社線で使用する乗務員支援情報や、 停車予告機能を有する車上情報管理装置を設置し、運転台形基板にモニター画面が設けられた。6 0 0系8両編成とともになりたスカイアクセス線乗り入れに対応する。乗務員室昇降ステップ、靴ずり部に滑り止めが施行された。貫通扉を開いて非常用はしごを取り付けた状態、その他、6次車より搭載している。 乗務員室背面収納の非常用ッシュを、車両側面用から、トンネル内での使用に備えて、全面貫通扉にも使用できるよう改良された。これは6次車以降全車両に改良予定とされている。11次車、新線系11次車11次車から登場した6両、編成2011年度には8両編成1本、6両。 編成3本の26両が竣行した。従来は8両編成と4両編成のみ製造されていたが、今回より8 0 0の置き換えを目的として6両編成が登場した。2011年度の6両編成は、全社川崎重工で製造され、6両編成の車両番号は1300番台に区分されている。6両編成は、 先頭部の電気連結機を装備していないが、運用変更への対応を考慮して8両編成、または4両編成への変更が可能な、編成形態となっている。2012年3月以降導入の車両は、車内照明が直感蛍光灯から LED 照明に変更された。このほか乗務員室内設置の空調装置操作機を、品川より先頭車のみから、 両戦闘車への設置に変更した。12次車、新戦系12次車1319から 1324LED 照明採用車両に重付された。ステッカー2012年度には8両編成1本、6両、編成2本の20両が竣工した。全車 LED 車内照明を採用した。1153編成は、総合車両製作所が発足後最初に、 鉄道事業者に引き渡された車両で、同社を出場した2012年4月6日に、出場記念のテープカットが行われている。13次社京急新線系13次社2013年度には13次社として8両、編成1本、6両編成2本の20両が、竣工した。屋根上では、空間派列車無線アンテナの取り付け準備を実施。客室では、 座席間にあった仕切り板を廃止、車内ドア上部の車内案内表示器を2画面から、広告用の1画面を廃止した。これに合わせて、10から12自社も1画面化改造を実施した。14自社京急新線系14自社2014年度には14自社として8両、編成1本、6両編成3本の26両が、竣工した。13自社からの変更点はない。 15自社京急新線系15自社2015年度には15自社として6両編成2本、4両編成2本が竣工した。屋根上では空間波列車無線アンテナの取り付けを実施した。1367編成では、東芝製 C-548A 級磁石、同期電動機と4台の主電動機を1台で制御する。 SVF-102G 冷酒制御装置が採用された。主電動機出力は1 9 0キロワットとされた。4両編成は、浅草線直通用の8両編成が不足した際に、2編成を連結して、直通運用に使用できる、要戦闘車前面の貫通扉が、車体中央に移設され、貫通路として使用できるよう各部の仕様が変更された。車両番号も、 1800番台に区分されている。二編成を貫通する際は、正面貫通扉、折り戸を使用して、運転席を仕切るとともに、床面との段差解消のためのスロープと一体化した、渡り板と貫通ホロを取り付けることで編成間の通路を構成する。貫通路を使用しない場合は渡り板を取り外す必要があるが、ホロを取り付けたまま走行できるようかなぐで、 固定されている。従来の全面構造のまま貫通ホロ取付面を平面とすると貫通ホロ取付面が突出してしまうため全面の局面構成が変更されている。運転室と客室の間の仕切り扉は貫通路を使用した際車両間を自動で仕切らなければならない新火災対策への対応の容易化から引き戸とされ、 戸袋の確保のため非常脱出用橋後の収納部が客室側に張り出す構造となった。運転席のスイッチ類の一部は壁面に移設され、従来運転席コンソールに埋め込まれていたモニターも別体化されて髪型に移動している。標識灯、微灯は従来電球の交換用以下のため車体内側から取り付けられていたが、運転台構造の変更により内側から アクセスできなくなったため、外側から取り付ける構造に変更の上、電球交換の頻度を減らすため、LED 化された。LED は新開発の電球色のものが採用された。伝統的な塗装を再現したいとの社内要望を受け、ステンレス製のまま塗装することも検討されたが、コストやメンテナンスで有利な幅広の赤色と白色のカラーフィルムが重複された。 窓枠や客室扉と乗務員室扉の周りは曲線がきつくカラーフィルムが貼れないこと、洗車時に剥がれやすくなることからフィルムは貼り付けされていない。16時車京急新線系16時車車内車端の片側に設置された補助椅子付きのクロスシートクロスシート内に設置された二口のコンセント2016年度には16時車として32両が 製造された。2016年9月に15時社と同仕様の4両編成1本が竣工2016年11月に仕様が変更された。マイナーチェンジ車が6両編成2本で竣工した。また、8両編成2本が2017年2月に導入された。マイナーチェンジした6.8両編成では、先頭部は、 従来の三次元局面の流線型だが、車体側面の外装は1800番台と同様のものとなった。全消灯は、シールドビーム式から JR 西日本323、軽電車で採用された、小糸電光製の電球色 LED ライトが使われている。屋根状の空間波列車無線アンテナを1機から2機に増設した。車外に放送用スピーカーを新設した。 1177編成以降の8両編成では、三菱電機製メガバイト5 2 7 1 a 型カゴ形参照誘導電動機と同社製のフルシック素子を使用した MAP-198 から 15V295 軽種制御装置が採用された。主電動機出力は 190kW とされた。LCD の車内案内表示装置を すべての客用扉上部対応のものが扉上に、千鳥配置で、計3台設置された。客室ドアを化粧板仕上げに、変更の上、視認性向上ラインが印刷されたものに、ロングシートの袖仕切りを、風の入り込み対策として大型化した。新鮮系ステンレス車両として初めて、車端部片側の座席を補助椅子付きのクロスシートに、変更するとともに、 コンセントが二口設置された。運転台前の日よけをプラ製の車高板からカーテン式に変更した。今回竣工した6両編成は1600番台と区分されている。17時車京急新線系17時車2017年度は17時車が導入された。基本的な車体や内装の仕様は16時車に準ずるが、車体は 京急らしさを引き出すため、ご自社、以来11年3ヶ月ぶりの全面塗装となった。ステンレス製車両への全面塗装は、関東大手施設では、初となり、大手施設全体でも、南海線系以来2例目となる。また、車内扉上の LCD 案内表示器は2画面に、変更し、停車駅案内や、 乗り入れ先の路線案内などを2画面で表示することで、より詳細な情報を案内することができ、日、英中、間の4カ国語表記にも対応させる。6両編成2本、8両編成3本が導入され、うち8両編成に関しては、京急創業120周年に合わせて、1200番台に区分されている。8両編成の一部編成は、 工程の都合上、春光嗣は塗装途中の状態で試運転を行った。18時社18時社2018年5月9日付の京急ニュースリリースにおいて、2018年度安全対策関連のうち、本形式の車両新造を42両行うと発表され、これに伴い6両7編成が導入された。 19時社京急新線系19時社2019年度には14両が導入された。20時社京急新線系20時社2020年度は20時社4両に編成が導入された。座席指定列車やイベント列車対応のため、15時車をベースに京急発となるデュアルシートを初採用。モケットは抗菌、抗ウイルス座席シート値を採用。また、 中間車2両には、軽急発の車内トイレを設置している。車体は1800番台をベースとしながら、雨どいが外側に出ない、断面形状に変更された。2021年5月6日の、モーニングウィング3号の増結車より運行を開始。以降の土休日は、イベント用の貸切列車として活用する予定である。2 0 3年度より、 で8401では各種試験が行われた。前面と側面の行き先表示器を白色、種別表示器をフルカラー LED としたほか、試験品の制御装置を搭載していた。現在は東芝製イグブと VVVF のものに変更されている。一時車は登場時黒字幕であったが、現在はすべて白字幕に交換された。 2009年以降方向幕を搭載していた編成の LED 式表示器への交換が進み、正面表示については2014年末頃に完了している。2017年度より製造から15年程度経過した一時車への車体更新工事、機器更新工事が開始され、同年9月17日には最初に車体更新が施行された一時車の1 0 0一編成が、 公開された。翌9月18日より営業運転を開始している。主な工事内容は以下の通り。8両編成は、都営浅草線、京成線、北総線への乗り入れ運用を中心とした、海徳などの優等列車が主体で、京成成田スカイアクセス経由のアクセス特急にも使用される。2015年12月5日、ダイヤ改正で、 京成桜駅への乗り入れ運用が復活し、2017年10月28日ダイヤ改正で、土休日も復活した。6両編成は主に1500型とともに普通列車を中心に用されている。また、図紙線系統のエアポート急行の一部にも運用されている。大市線で運用される1429編成4両編成は、 普通列車や優等列車の増結車や4両編成を2本、連結した8両編成で、エアポート急行として運用されるほか、大支線でも運用されることがある。1800番台は、先頭車間のホロをつないだ時に限り、地下鉄線内への乗り入れが可能である。1500系、600系、2100系、2000型との連結が可能である。 二次車の8両編成2本は2004年12月1日の羽田空港第2ターミナル開業を記念してスカイブルーをベースとするラッピングが施され2005年3月まで運転された1057編成は2014年5月1日から京急の電動貨車の塗装をイメージした黄色塗装に変更され京急イエローハッピートレーンとして運行開始した 黄色く塗装された姿が、西武鉄道の車両に似ているとの声から、京急が、西武にコラボレーションを提案、西武急線系電車の9103編成を赤い、車体に白い帯とした、幸運の赤い電車とし、両者で共同キャンペーンを実施していた。当初は3年間の運行予定であったが、 公表のため運行開始から3年が経過する2017年5月以降も運行が継続されることになった。同年には塗装がマイナーチェンジされ、従来は銀色だった乗降扉部分も黄色に変更され、車体側面全体が黄色の塗装となった。同年4月29日よりこの塗装での運行を開始した。2017年1月には、 1017編成が全面非常扉にある017の車体番号に2を追加し2017と施して運行された。1137編成は2019年9月5日に神奈川新町駅近くの踏切にてトラックと衝突する火災事故を起こし損傷が激しいことから2020年3月15日付で本系列発の廃車となった。 この影響で、モーニングウィング号1号の運行開始が1ヶ月延期された。ありがとうございます。